皆さんこんこにちはいかかがお過ごしでしででょうかニューーーションチャーチャの三好昭久です今日も「リビング・ライフ」のテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は2024年5月14日の火曜日聖書の箇所は「旧約聖書列王記第1」16章29節から34節タイトルは「信仰を捨てて富を選んだ愚かな指導者」です。 私たちが徹底的に主の恵みを明かして生きることができる。そのことについて、ご一緒に教えられてまいりましょう。列王記第一。十六章二十九節から三十四節。オムリの子アハブはユダの王。 朝の第38年にイスラエルの王となったオムリの子アハブはサマリアで22年間イスラエルの王であったオムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪であることを行った彼にとってはネバテの子 ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであったそれどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻とし言ってバールに仕えそれを拝んださらに彼はサマリアに建てたバールの神殿にバールのために祭壇を築いた アハブはアシラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちにも増して、ますますイスラエルの神、主の怒りを引き起こすようなことを行った。彼の時代にベテル人ヒエルがエリコを再建した。彼はその石を据えたとき、 長子アビラムを失い門を建てた時末の子セグブを失ったヌンの子ヨシュアを通して語られた主の言葉の通りであった私たちはこのイスラエルの国ですね北王国イスラエルの国がこの王様によってこの偶像礼拝がこれ繰り返されていく そのことをずっと読んできているわけなんですけれどもいよいよですねその偶像礼拝がこの極まっていく、まあ、その場面がですね、まあ、今日のところになってくるわけなんです。オムリの子アハブがですねサマリアで22年間イスラエルの王であったそして彼はですねこの有名なですねこのシュドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻としてそして偶像礼拝がですねもっともっとですね強化されていくわけなんですが。 でしかし今日のところを読んでいくとですねこの最後のところ16章の34節に「彼の時代にベテル人ヒエルがエリコを再建した彼はその礎を据えた時長子アビラムを失い門を建てた時末の子セグブを失ったヌンノコヨシアを通して語られた主の言葉の通りであった」とあるんです。これはですね このヨ吉記六6二26節にその昔ですね、えー、エジプトを出たイスラエルの民がこのモーセを通してですね出エジプトしてそしてアラノを40年間さまよってですねその後このヨシアによって約束の地に入るでその時にエリコを陥落するわけですよね。エリコの町を7回回ってこの陥落していくわけなんですけれどもそれはイスラエルの人たちの力ではなくてです、ね、神様の宮沢によってなされた。 でそのことを覚えるためにヨシはですねこの,この町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよその礎を据える者は長子を失いその門を建てる者は末の子を失うこういうふういに言うんですでこのことはですねまさにこのところでこの実現していくってことになるわけなんですけれどもでどうしてそういうことになっていくかっていうとこのエリコの陥落というのはもう主の恵みの印ですから。 神様が永遠の印としてなされたんだそのことを忘れないようにエリコの町を再建するのはしないこういうことなんですよね。でそれをしてしまうということはどういうことかというと神様の恵みを忘れて偶像礼拝に本当に陥っていた、まあ、そういうことを表しているわけなんです。なんです ですから私たちはここでですね、まあ、ヨシュアによって約束の地に入るというその出来事から、まあ、イエス様はヨ,ヨシュアですからねエブライ語では。だから、まあ、読み方によったらですね私たちはこのヨシュアがしたことをイエス様によって与えられる、まあ、こういうふうに読むことができるわけなんです。ですると30節にオムリの子アブは、 彼以前の誰よりも死の目に悪であることを行ったって書いてて、まあ、偶像礼拝がですねどんどん極まっていくことが表されていくわけなんですけどもでも私たちはこのその時に彼らはですね何を思い出さなくちゃいけなかったかっていうとその昔モーセによってエジプトの奴隷から解放されたあの神様の御業をイスラエルのためは思い起こすべきだったんですね人間の力によってこの神々を礼拝してご利益を得ようとするそういう偶像礼拝ではなくて 神様しかできない。その宮沢を覚えるべきだと、私たちはイエス様が十字架で死んで死んだだけではなくて、葬られたイエス様は3日目で蘇った。この神がイエスを蘇らせた。つまり人間にはできないことを神はしてくださったってことですよ。モーセの時にも効果が2つに分かれて、あの過ぎ越しの生贄だけじゃなくて、その後効果が2つに分かって神様しかできないことをしてくださったっね。ね でそのことを私たちが思い起こす時に私たちはキリスト祭りキリスト神社人間の宗教によってですね教会のプログラムによってなんか神様を礼拝してるみたいなそういう話じゃなくてですね人間の宗教じゃなくて神様しかできないこの復活のイエス・キリスト私たちは毎週お祝いするわけですよね。年中行事で,ですねプログラムだけやってるとですね神様はいらなくなりますからねこれは1年間っていうのはこれは自然の時間の流れですよね。これはどん,どんな宗教にもありますよ でも、七日間というのは、創世紀の創造の秩序しかないんですよね。だから、週の明け方、朝早く、キリフトは蘇った。これは、新しく神様が創造の御業をする。そのことを表しているわけです。ですから、私たちは毎週ですね。キリフトをお祝いすることによって、偶像礼拝ではなくてですね。神々を礼拝するプログラムの神々ではなくて、人間の宗教ではなくて、生ける神様が本当に生きて、働いておられる。このことを証しする人生に行くわけです。 でそれだけではなくて今度はヨシュアによってこの約束の地に入っていくわけなんですけれどもこの時にこの、まあえー、当時の,です、ね、この聖書の今読んでいる箇所のオムリの子アハブサマリアですねこの20年間22年間王だった彼はですねこの奥さんのイゼベルのこの導きによってですねサマリアにバールの神殿を建てバールの祭壇を築きそしてアシャラドを作ってそれを拝む。つまり 偶像礼拝がですね奥さんによってですね強化されていくわけですでも私たちはですね約束の地を受け継いでいくときにイエス様によって受け継いでいくときに、まあ、同じイエスによって恵みを受け継ぐその妻を得たらですねこの、えー、このアハブのようにならないわけですよね先日ですねこのマスターで2回目の優勝したスコッティ・シェフラーですねクリスチャンの プロゴルファーーとして有名なんでですけどね世界で今ランキンンンキグナンバーワンで彼はですねインタビューとかで「私の勝利は2,000年前にイエス・キリフトにとらえた」ね「今日勝つか負けるかは本当の勝利じゃない」ね、やはり証しするわけですよね。そしてその奥さんとですねそのことをして話し合ったとかですね奥さんがそのことをて祈ってくれたとかですね自分がもし勝ったからといってですね威張ってたらですね奥さんが引っ張ったくとかですってです、ね、そういう本当に奥さんが神様の恵みにより頼む。 その彼の人生をこの支えているわけですよね私たちもそういう仲間が与えられていくときに復活のイエス・キリフトイエス・ヨッシュアによって与えられる約束の地を生きるその創造の秩序に生きるときに私たちは本当にそういう仲間とともに神様の素晴らしい御業をこの経験していくことができるそしてその時にですね こここで主の怒りが引き起こす、ますますイスラエルの神主の怒りを引き起こすようなことを行ったっていうふうに書いてあるわけなんですけれどもこのイスラエルの民はですね昔の神様の御業を忘れてそして偶像礼拝に陥って人間の宗教人間が考える本当にですね、えー、宗教によって神々を礼拝してそして、えー、成功と繁栄を得ようとするそうではなくて私たちはこのよみがえられたイエス様によって シュアのように約束の地に導かれていく時に神様の恵みが私のうちにある神様の御業が私のうちにある神様の御業が私のうちにあることを共に分かち合う妻や配偶者や仲間と一緒にその恵みを受け継いでいく時に神様のこの怒りをですね引き起こさないでその人生を私たちはこの生きていくことができるそのことをですねぜひ覚えていきたいと思うんですね。 エリコののの陥落の恵みの印それを忘れてしまったこのイスラエルのためではなくて私たちが神様が成してくださる素晴らしい宮座をも明かししてですねそして神様はこんな素晴らしいことをしてくださったんだでもそれは本当に私の人生の勝利はもうすでに捉えただからあとはこの約束の地で神様の恵みを経験するだけなんだでそのことをですねぜひ明かしする人生を与えられていきたいと思います。 しかしイエスはこう言って彼を返されたあなたの家に帰って神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさいいいそれで彼は立ち去って イエスが自分にしてくださったことをすべて街中にいい広めたイエス様によって素晴らしい奇跡をな,してなされた人もですね本当にイエス様があ自分の町に行って自分の家に行って証しなさいそう言われたわけなんですけれども私たちも自分が使わされている場所そこを約束の地として。 そしてそこでイエス様が素晴らしい御業を成してくださることを経験してそして家族や仲間に明かしてそして同じイエスキリストを恵みによって生きるそういう人たちとこの人生を歩ませていただきたいと思いますお祈りします恵み深い天の父なる神様私たちが偶像を拝む人生ではなく十字架で死んでよみがえらされたイエス様あなたしかすることのできないこの奇跡の御業を信じそしてイエス様によって約束の地でまた新たに 日々あなたの素晴らしい宮座に溢れて生きることができること信じます主を今日も導いてください主イエスキリストの名前によってお祈りしますアーメン